皆さんごきげんよう、えー、ペッペさんが、うん、ピプラーワーで発掘した物、えー、シャリは、えー、いろいろまあ政治的な思惑もあって、えー、最終的に対当時のシャムですね、えー、シャムへと渡りましたでシャムの国王ラーマ5世あのチュラロンコン国王とも呼ばれますが、えー、この王様のもとへと、まあ、あの渡ったわけですねで えー、このラーマ5世はそのもらった仏シ利をどうするかということですが、えー、タイだけでこれをこう、まあ、独り占めにするというようなことは考えませんでした同じ仏教を信奉する国々に、えー、これをみんな分けてあげたいとこういうふうに思ったわけですまあそれは仏教徒だから当然そう思いますわね。それれでで分けるべき相手の対象国ははどこここかとということですがこれは タイと同じような形態の仏教を信仰している国今でいうとテーラワーダと呼ばれる南方の仏教国ですねそれがまあ同じグループだからそこへ分けましょうということで一つはえ当時のセイロン今のスリランカでもう一つが当時のビルマ今のミャンマーこの2カ国へこの骨を上げましょうと。ロシアも 欲しいって言ってたらしいいっってて言たらのはよくわからないんですが <laughs>、えー、ともかくこの「ロンビルマに骨をあげる」というおつもりだったんですねで実際にあの後でちゃんと湧いててあげたわけですがさてその時です、えー、年で言いますとそれがちょうど1900年なんですね綺麗、えー、のいい年ですが明治33年であります。 であのにもうあのここに明治という日本の年号をつけること,がことから分かる通り日本とおり、ねえー、このころタイでは、えー、確かね明治30年でしたかね、えー、初めて、えー、ここに外交関係として交換、まあ、ができるば交換というのはまあ大使館みたいなもんですねそういうものが設けられてそして初代のシャム公使 まあ今でいう大使にあたるでしょうけれどもシャム公使として、えー、あの任命されたのが稲垣万次郎さんという方方ででこれは大変有名な方ですであの民間の方だったんですが個人的にタイの中でこの人脈を築いて密接なその国際関係を作ることに成功した人なので民間人の稲垣さんがまあ抜擢されて初代シャム公使に任命された。 で、それが三年ほど前なんですね。で、今、あの明治三十三年と。それで、稲垣さんとしましては、えー。自分がこう作り上げたタイと日本との友好関係ですね、えー。これをますますこう強く強化したいという思いがあって。そこへ、この物謝りの話が降って湧いたわけです。えー、そのーピプラーワーから物謝りが来て。そして、今、ラーマ五世が。 そのブッシャリを、えー、あのセ,イセイロンとそれからビルマにあの分骨して差し上げようというそういう話になってるとでここは一つ日本も一枚かませていただきましょうとでその,あの仏教国の中の一員としてこの強い絆を作りたいというこういう思いがあったんですね。まあ、あの全然その悪とか邪気はないんで ひたすら日本とタイとの友好関係を強めたいというその一心で申し出たわけです王様に。ぜひともここは日本との友好関係も築くためにその骨の一部を日本にも分けていただきたいとこういうふうに物資りの分与を願い出たわけなんですね。まあ当然といえば当然ですね外交を担う人としてはそういうことを言うのは当然でしょうけどもね。 そうしましまたら、ラーマ5世は大変心の広い人ですから分かりましたと、えー、そういうふうにおっしゃるのならば、えーまあ、日本が我々と同じ仏教とは思わないけれどもしかしながらその熱心な、えーまあ、国であるということでねこの頃まだ日本というのはあのどれぐらいの国なのかというのは全然評価されてませんからね、えー、日本の国力が その非常に強い大きな国だなんていうことはあの全然、えー、その思われていないわけですから、えーまあ、場合によってはねそんな知らん国はありませんよとい,いう可能性もあったわけですがラーマ5世は大変心の広い王様でありまして分かりました。で条件がありますということで、えー、タイから日本への贈り物としてて受け取ってください決してある特定の仏教宗派 何々州とかねもっと言うと日本の仏教界とかそういうあの個別の団体に差し上げるんじゃありませんこれは日本という国家に差し上げるんですとこれは大変な国から国への贈り物だという意味でこの仏写料を分けてくださることになりましたで、稲垣万次郎さんはもうそれは大喜びですぐさまあ日本にこの連絡をします、えー、大変なあ宝物がつまり 仏教国である日本へお釈迦様の骨が来るんだということを連絡するわけですねでたちまちにして日本の仏教界はまあ言ってみれば大騒ぎになるわけですねどうしようどうしようですね。これで、えー、っとまあとにかく集まろうかということです。えー、タイはねタイとかミャンマーは一つの一つの仏教なんです。テーラワーとという名前の全体として まあ言ってみ宗派が一つしかない。で、そのトップがタイの場合は王様なんですね。政治的な政治面での世俗のトップが王様で、それでまあ聖者のトップがお寺の最高のこのなんていうか上上座というか長老というのか。だから。 あの仏教界のトップと政治のトップが一人ずついてそれがタイの仏教全体をこうまとめてるわけですから何事も非常にスムーズにいくわけです。王様が入っていればねあの骨上げますって言ってばそれでもう誰も文句言わないとこういうことになってるんですが日本はもう皆さんご存知の通り宗派バラバラでしかもそれをまとめる組織なんかありませんわね。それぞれぞが本山持って 上にトップのまあ官庁とかあのホスとかあの御門書とかいろんな名前で呼ばれてますがそれぞれがトップで、えー、違った組織としてありますからその,その日本へ骨がぶっしゃりが国の宝として来るっていうんだからこれまとまりがない,ないんですね非常に難しいことになるそれでとにかく集まろうかということで明神寺。えー 私が勤めてますの、花園大学花園大学を設立したのがこの明神寺ですが禅宗、えー、ですね、えー、臨済宗ですが、えー、その大本山の一つ明神寺の竜泉庵と稜泉庵とも読むでしょうねに、えー、そのお寺に各宗派の代表が集まってとも,かともかく会議だということで、えー、集まりました。それで、ま、えー、まずな何が大事かとと言いますとね、 どうやってそのお骨つもらいに行くんだと。ぶっしゃりどうやってもらいに行くんだ。今と違いますからね。飛行機に乗って行くわけじゃありません。船に乗って行きます。あの後であの実際船に乗って行くんですが、片道二週間かかってます。それぐらいのまあ大変な旅をして行くわけです。で、えー、行ってもね、これ観光旅行じゃありませんから。 国,国,の,外国あの施設として行くわけですからこちらからもそれ相応の準備とまあ言ってみようお土産なども全部用意してで向こうへ行って王様に謁見をして向こうであの迎えてもらってお骨をいただいてまあお礼の何かこう返礼のセレモニーもやってっていう大変なこれ外交的な催しになってくるわけでそれを。 突然日本の仏教会がやれれと言われたわたけですですからまあ大騒ぎで集まって、えー、この時はね確かあの、まあ、たくさんの宗派がありますが一応大きな代表的な宗派7派から1名ずつ出して7人で行こうかということに決まったらしいんですね。で遺骨を取りに行く計画です。で予算は1万円なんですね。ここれはあの私、明治のののの頃の30年代の えー、そうあのなんていうの,あの為替のあれをちょっと調べてみましたけれども、えー、大体ね、えー、1円が2万円ぐらいなんだそうです1円2万円それで計算しますとね1万円は2億円ですわ <laughs> 2億円で内訳がありまして、えー、7割が旅費高いんですねやっぱり船に乗ってやるよりあと3割がお土産とか えー、そのセレモニーのためのいろんな準備とそういうぐらいで2億円を宗派で出し合ってやるんだということになってこれはかなりな行事になってくるわけなんですね。えー、それでですねえー、っとこの7宗派で行くということになりまして、えー、まあ行くことに関してはこれでいいんですけれども。お もらってきた物どうするんだということですねこれはあの国が下さったタイという国が下さった宝物ですから、えー、日本国としてそれ相応の受け方をしなければいけません頂い,いたものをそこらにほ掘り出しておくってそんなことはできませんそれで使節、えーまあ、団に関しては1万円ということになりましたがその物捨りを迎えるための 準備が必要だということで新たにそのための組織ができましたこれが日本大菩提絵日本大菩提会じゃないと思います日本菩大,大菩提絵という呼び方でいいんだろうと思うんですが、えー、まあ、要するにそういう委員会を作ったわけですで、えー、日本の30の宗派たくさんありますねもうまあ、要するに全部だと全日本仏教総合仏社理 お迎え会みたいなのを作ったわけですね。それで、どこへ置くかですが、特定のお寺屋を置くわけに行きません。全部の宗派で作ってるわけだから、えー、そのうちのどっかのお寺を置いたら、それは不公平になりますわね。それで、えー、安置場所として、新しい場所を作らねばならんということになりました。全く新しく、まあ言ってば骨のための、ぶっしゃりのためのお寺を、 つ作ろうじゃないかということになってねでこの辺りからだんだん話がね盛り上がっていくんですでこのの盛りり上がりってのが一番怖いんですねよくあるでしょあのみんなが集まってなんかすごい計画でしようよって言うとうんうんしようしようっつってねみんながどんどん盛り上がっていってすごい話になっていくんだけども実際やり始めてみたらみんな無責任で「あそれまそんなことはできないよ」っつって,言ってだんだんいなくなっちゃうってよくあるでしょ。よくある 同じことやって、ここれで、この時。この会議の時はすんごい盛り上がりで敷地10万坪経費予算1,000万円1,000万円ね、計算しました2,000億円で,できるわけがない日本のね廃物希釈でボロボロになって今ようやく立ち上がろうかっていうようなそんなねしかも国民はみんなそんな裕福じゃありませんよ人の金ですよね あの檀家さんの金その金集めといてそれで2,000億円でやりましょうなんていう本当にまあ言ってみれば雲つかむような地上の空論がここでこう盛り上がっていくわけなんですね。で、えー、まあ一応決めましたそういうことでねまだ場所も全然決まってないですよどこで作るかも何も分からないです、えー。とにかくこれぐらいでどうでしょうってこうなったわけですね。 で実際のところこの後、まあこれをじ作るわけなんですけれども実際はそのどこへ作るかで大げんしたりあるいはもうお金が足らなくなってね、えー、またこれあのご紹介しますけれども最後はあのあれですよあの金庫経営になるような人が出てくるつまりお金がどこからももう集まらなくなって最後に困った給与の策で、えー、その担当していたお坊さんが使い込みをするんですね。 自分の宗派の金庫から使い込みでお金あの使ってしまってそれで裁判になって金庫刑になるまあ犯罪者になってしまうってそんなところまで話は進んでいくまあえらいことになるわけなんでそれもこれもこの時にわわ盛り上がったのが一番の原因ですよね。全くまああの先導多くして船山に登るっていうんですかそういうものですね。 せっかくお釈迦様の骨がね日本に来るっていうありがたい時なのに最初からもう暗雲う漂っておりますねはいそれで、えー、さあ,あのお,お骨をもらいに行く方の話し,しましょう、えー、1900年、えー、33年、えー、ラーマ5世が物資捨離を分与しますお分けしますだからどうぞ取りに来てくださいというわけで、えー、日本から代表団が参ります えー、5月の22日に、えー、総勢17名の方、まあ、芸師と呼ばれるねぶっしいりだきに行くその役目ですねタイのバンコクに出発であの最初ね7宗派7つの宗派から代表出すって言ったんだ那でも3名が辞退しましたなんかいろいろあったらしいもうとにかくまとまらないよねなんかね、あのー、あれらしいよ うちの宗派だけで迎えたいとかそういう自分勝手な意見も出てきたらしくてあてみんなと一緒じゃ嫌だとかいろいろあってねもうあので 3, 名が 3, 3宗派が辞退をして結局4宗派から1名ずつ出ることになりました。で正史、えー、つまり、まあ、あの代表の一番上の人ですね、えー、なんかトップとしていくのが東本願寺派あの大谷派ですねのですね。 大谷公園さんという、まあ、トップの方がその代表団の一番トップとしていくことになりましたこの公園さんは大変その知的に優れた人で学問も収めでね何といってもね俳句の名人だったで俳句の世界ではあの大変な名を成した人で、えー、苦仏商人と呼ばれていた俳句でブッダをこう語るようなねそういうあの優れた大変立派な方です。 それから、えー、次に、えー、その他三人が、えー、前田常設氏。えー、これが臨済宗。で、先ほどね、あの、ほ、申し訳ない、あの、使い込みをしたっていうのは、この方なんです。あの、悪い、悪になんかないですよ。もうひたすら一生懸命、自分があの、この。この、仏舎利の話に、あの、邁進した、その結果。あ、後からみんな。 はしご外されて僕ら辞めますって辞めちゃったもんだからもうお金の出所がなくなってやむにやまれずというそういうね大変かわいそうな人であったんですがこの時その施設団に入っております前田常設氏ですねそれから藤島良恩さんこれは西本願寺派ですね同じ浄土真宗の西本願寺ですねこの方も大学者です。えー、フランスに渡ってのという ョ仗という三蔵法師が書いたこのシリーズでは「堀権伝」と「大東西域」紹介しましたがその後にもう一本実は非常に重要なあの日記があるんですがそれをね大変あの立派な学士のある人これがあの西ですね西それから同じ禅宗同じとのは臨済宗と同じ禅宗のもう一方の勇であります曹桃宗ここから「 えー、日置木氏が参加しますこの方もまたええな人でこの後もう世界中を回って、えーあのえー、バンコク宗教会議という会議にも出席した日本を代表する、えー、仏教者として後に名を残す方ですがだからこれこの4人はねすごい人がこう集まっていったんですね。名名というのはこの4 4名のはこに えー、通訳だとかいろんな世話の方とかそういうこと方も含めて、えー、17名でありましたでその中にはすごい人が混じっておりました、えー、中にマックス・ミューラー覚えておられますかえー、っとね最初から言おうか、えー、ジェームズ・プリンセップ、えー、ターナー・ホジソンという三、えー、バガラスこのホジソンがネパールで見つけたサンスクリットの「 お経などをフランスのビュルヌフという大学者に送ってそしてビュルヌフさんはそれを使って法華経などの大研究をやったんですがそのビュルヌフさんの弟子がマックス・ミューラーですそしてイギリスのオックスフォード大学で、えー、サンスクリットを中心としたいろんなアジアのね宗教言語を教えていたそのマックスミューラーのところへ。 明治のまあ初期にです、ねえー、出かけていって何年もそこで一緒に勉強させてもらって日本に帰ってきて日本で最初のサンスクリット学者になったつまり日本の仏教を仏教学を、あのー、まあ基礎を作ってくださった大恩人の南條文雄博士が もうこの時にはもう立派なそういうその日本の,いあの仏教学の礎になっておられた方ですがその南條文雄先生も一応通訳とかねいろんな働きをするということでこの13名の中に入っておられましたそして6月6日バンコク到着約2週間かかっておりますそれで14日にラーマ5世に謁見ですねそして 6月15日翌日ですが、えー、バンコクの大寺院でありますワット・ポーというお寺で、えー、この時はあの、えー、お骨を受け渡すかあのセレモニーなので主役はあの国王ではなくてむしろお坊さんなのでお寺でやったわけですね。で文部大臣から黄金の通って言っても小さな黄金の容器に入れられた ぶっしゃりをこの日本の法華経団は受け取ったのであります。よろしくお願いしますか。で、このワットポーというのはどういうものかって言いますと、こういうどういうものかって質問。どういう,うまあ、えーえー、ご本尊というのかなが置いてあるかうと。これあの涅槃像なんです。よろしいですか。これ昼寝してんじゃないですよ。昼寝じゃないですよ。これ今お釈迦様が最後にお亡くなりになる時の あの皿掃除のところでお亡くなりなる様子を表した涅槃像巨大な何十メートルもある黄金の涅槃像がある大寺院がワトポでここで、えー、お骨の受け渡しが行われたわけですなぜかお分かりでしょう涅,槃涅槃寺院ですからあのお釈迦様が亡くなった時のを祀る寺院ですからそこでこそ お釈迦様亡き後のとの仏捨離を受け渡すのにふさわしいということでねでここで仏捨離の授受が行われたということであります。もうちょっとだけ行いきましょう。はいそれで、えー、6月18日もう一度ラーマ5世と国王と一緒に宮中晩餐会で皆さん一緒にあの食事をいたします。 でその時に国王から、えー、宝物をいただきます。1000、えー、年前にタイの国内で鋳造された金堂の仏像です。これほん本当にそうなんです。1000年前に作られたという大変な国宝級の仏像をおくださいました。で、えー、だからぶっしゃりとこの仏像があの宝として日本へもたらされるわけなんですね。で、えー、そして 1900年、えー、7月11日に長崎到着だからやっぱりかかりますね、えー、出迎えの人数千人長崎で長崎で船が着いた時にもうすでにその港に数千人の人が、えー、立水の余地もなくうこう立ち並んで「えー、あ,のあれですよお帰りなさい」じゃないですよ違いますよ皆さんこうしてるんですよ みんながその船の方に向かって合掌をして手を合わせてお迎えをしたと。でそこから汽車に乗りまして、えー、長崎から京都へ向かうんですまあ途中関門海峡はねあのそまだ関門トンネルないから、えー、そこだけ船で通りますけどもその途中の駅の各駅駅に皆群衆が集まってあのおお。 まあ汽車が止まる場合もあるし通過する場合もあるけどどの駅にも皆人が集まってこの時すごい雨風だったらしいんですけどもみんなが手を合わせて、えー、このおぶっしゃりが、まあ、通り過ぎるのを拝んだと言うんですね。で、えー、場合によってはあの線路の中を走り回る人もいたと。<laughs> 汽車を列車を追いかけて走ったりそれからもっとすごいな列車の窓に向かって 再生を投げる人がいっぱいだ。<laughs> もうこう今考えられないような仏教に対する熱心な。その信仰の現れなんですね。これ九州ですよ。で、これこの記者がだんだん。今度大阪から京都に近づいていくと、また大阪京都で大変な群衆がこの仏舎利をお迎えしたということなんですね。で、日本にやっと着きました。 さあこの骨を今からどうするかということなんですね。<laughs> ありがたいんだけれども何せまとまらないもんですからこのまとまらない仏教界はこの骨をこうどう扱うかでこれはあともう大騒動になっていくという <laughs> まあちょっと悲喜劇の状態になるんですね。それれははまままたた次回あの続ききででお話をししいいと思いますす今日はこれでごしますごきげんよう